40歳女です。やばい人間と関わらずに住む方法を知りたいです。婚活アプリで <laughs>、婚活アプリを使ってる時点でやばい人間しかいないと思いますけど、はい。 婚活アプリで知り合った男性と初対面の翌日に熱烈告白されて付き合い1ヶ月半で別かりました最初はいい人でしたが打ち解けてきたら超やばいやつでしたメぇふラだしいつも人の悪口ばかり興味のない話を私がしていると口を塞いできたりえ誕生日旅行2日前にドタキャンされました別れて冷静になったら時間を無駄にした自分に大反省ですいい人の顔で近づいてきて実際やばいやつどうやったらすげますかえっと婚活アプリを使うのをやめてください あの、婚活アプリって、あの、まともな人間いるわけないでしょ。<laughs> あの、まず、まともな人間でモテる人は、あの、リアルでモテるんですよ。で、リアルでモテる人は、婚活アプリを使う必要がありません。で、あの、モテるけど婚活アプリを使う人っていうのは、食い散らかしたい人です。 要はああのまあ、イケメンだし金も持ってるしでモテるから婚活アプリをすら使うとあっちから寄ってくるからマジ便利じゃんって食い散らかす人が使いますなのであのまともな人を婚活アプリで探すのは無理だと思ってください、はい、ご視聴ありがとうございましたチャンネル登録お願いします